こんばんは、大島匠です。匠クロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、エルメスのバケットハットをかぶりまして、ハンティングワールドのサファリジャケット、セントジェームスのカットソーを着て、リーバイスの502を履いたスタイリングになっております。今回も簡単に告知をさせていただきたいと思います。ジェルマーノに別注をしましたボンビュースペシャルのパンツなんですけども、おかげさまで初日で全て完売をしてしまったんですが、追加をおかけさせていただきまして、10月末から11月の頭ぐらいには入荷をする予定になっております。で、次の入荷に関しましては全てオンラインで販売をさせていただくような形になるんですけども、店頭で試してみたいと、サイズ感を確認してみたいっていう方も当然いらっしゃるなと思いまして、まあできるだけのことはしようと。で、フルサイズ用意することはできなかったんですけども、一応サイズ44と48、ガンクラブチェックではないんですけども、同じ形で別の生地でご用意をさせていただくことができました。なので一応ボンビューの店頭に44と481本ずつご用意をしておりますので、まあ44と48履いていただくと、まあ合わなければその間のサイズかなっていうのがなんとなく判断していただけるんじゃないかなと思いますので、ボンビューに来ていただいてパンツ試したいんだけどっていうふうに言っていただければお出しいたしますので、ぜひ試しに来ていただければと思います。もともとジェルマンドってそんなにこう癖があるパンツではありませんので、他に今まで履かれてた PT トリノだったり GTR だったりロータだったりみたいなパンツをお持ちであれば、大体それとまあ同じサイズでいけると思うんですけども、なのでサイズがお分かりの方はもうオンラインチェックしていただいて、そちらで購入していただければと思いますし、もしちょっと不安だなという方はボンビューに来ていただければ、44と48は試していただきますので、そのようにさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今回の本題に入りたいと思います。今回はですね、本題もちょっと告知という形になってしまうんですけれども、サムネイルでもございましたが、伊勢丹メンズ様とボンビューがコラボレーションというか、まあ、イベントを行うことになりました。9月の21日水曜日から10月の4日火曜日まで、2週間ですね、伊勢丹メンズ館の5階で開催をさせていただくことになりました。で、伊勢丹メンズの担当者様、まあ、皆様もご存知の方多いかもしれないですけども、稲葉さんという方といろいろお話をさせていただいていて、まあ、少し前からこうお話をいただいていたんですけども、伊勢丹メンズ、まあ、新宿にあって、ボンビューは高円寺にあるので、まあ、割とこう近い距離感にあるところになりますので、まあ、そのボンビューにある在庫を伊勢丹メンズ様に持っていったとしても、あまりこう意味がないんじゃないかなっていう気がしていて、なんか他にこう PR の仕方、いいこうプレゼンテーションの仕方がないかなと思っていたんですけれども、まあ、稲葉さんの方からちょうどその9月21日発売で、伊勢丹メンズ様でジャケット、ネイビージャケット2型を発売をされるということになったそうで、まあ、そのネイビージャケットを大島が、まあ、もしくはボンビューがこうコーディネーションをして、PR をしていく。で、もちろんその使う商品っていうのは、まあ、伊勢丹メンズ様で売られてるものもあれば、ボンビューで販売をする、まあ、要は古着も含めたボンビューで販売する商品も絡めつつ、まあ、私がコーディネートを組んで、プレゼンテーションをしてはどうかというお話をいただきまして、まあ、それだったらなかなか面白いかもしれないなと思いまして、イベントをさせていただくことになりました。とてもありがたいお話ですし、ボンビューという名前を、まあ、伊勢丹メンズ様にご来店されている皆様に知っていただくいい機会にもなりますし、ネイビージャケットっていう、まあ、定番アイテムを、まあ、こういうふうにコーディネートしてもいいんですよねっていう、ちょっとこう洋服の可能性みたいなところ、ファッションの可能性みたいなところも PR できればなと思って、今回受けさせていただくことになりました。で、そのジャケット2型、まあ、コーディネートを考える上で物がないとコーディネート組めない、組みづらいなっていうところで、今回ちょっと特別にその2着をいただいてしまいまして、と申し訳ないんですけども、サンプルとしてもらってしまいました。まずジャケット2型をこちらでご紹介したいと思います。今立ってるんですけども見えますかね。こちらまず1つ目なんですけども、渋谷にあるテイラー・ケイドさんという
ところのジャケットになります。まあ、テイラー・ケイドさんにいらっしゃる山本さんという方が監修をされた、まあ、ネイビーのブレザーですね。いわゆるこうアメリカントラッドなスタイルのジャケットブレザーになります。三つボタンの金ボタンで袖口は2つ、パッチ&フラップの腰ポケットに胸ポケットはパッチポケットですね。でセンターベントっていう、まあ、本当にアメリカを象徴するようなジャケットのスタイルになりますね。でこういうジャケットってこうシェイプがなくてボックス的なシルエットなんですけども、ややシェイプを入れられていて、肩が少し大きめかなというバランスになりますね。昔のちょっとこう古く見えるようなブレザーではなくて、まあ、ちょっとこう今の時代にこうフィットするようにアップデートされているところが、まあ、素晴らしいなと思います。このラペルの感じとかもよくできてますね。ちょっとこう低めの 5G1 で合わせて着丈もやや長めのスペックになっているところが、まあ、割とこうバランスも完成度もすごく高いなと思っております。で何よりこういいなと思ったのがこの生地感で、ずっしり重くちょっと肉厚な生地なんですけども、こういう生地ってやっぱり古着とものすごく相性がいいので、本当にこうミックススタイルにとても使いやすいジャケットだなと思って、とてもまあいいアイテムだなと思っております。あの袖丈も私もこれ全く詰めてない状態、もうオリジナルの袖丈でこれぐらいになってますね。で私でちなみにこれサイズが36です。本当に着やすいバランスで作られてるなと思います。まあでもシェイプも、まあ、そのいわゆるこうイタリアンな感じとかブリティッシュなものよりは少しこう緩めのシェイプになってますの でアームホールもそんなに小さくないので、まあ、中にスウェットを着たりとかジージャン着たりとか、まあ、そういうコーディネートもできそうなスタイルのジャケットですね。かっこいいですよね。色もとてもベーシックでいい色だと思います。使いやすいアイテムかなと思います。でもう一つがこちらになります。ラスカーラというネームで、伊勢丹メンズのテーラーの山口さんという方が、パターンとか引かれて作られたジャケットですね。さっきのテーラーケイドさんに比べると、まあ、よりちょっとこうイタリアンな感じというか、まあ、ややブリティッシュな感じもありつつ、まあ、でもやっぱりイタリアンなスタイルのジャケットかなと思います。私はこれサイズを44にさせていただいたんですけども、まあ、44でややちょっとこうアームとか肩幅とかゆとりのある感じで、まあ、真珠とかもフルキャンバス使われているようなので、まあ、かなりこう本格的な作りのテーラードジャケットかなという感じです。まあ、こちらはナットボタンを使用されてますね。いい感じだと思います。これも結構着やすいですね。でアームホールはさっきのテーラーケイドさんに比べるとちょっとこう釜が高くて可動域の広いというか、とてもこう着心地のいいジャケットになってますね。で生地感もちょっと軽めですし、まあ、色も少しライトネイビーのような色で、まあ、よりこうイタリアンな感じがするかなという感じがしてますね。まあこうソフトで丸みのある、まあ、ジャケットですね。いい感じだと思います。これもなので一応今回この2方を私がコーディネートをさせていただいて、伊勢丹メンズ館の5階でプレゼンテーション PR させていただく形になりましたので、ぜひあの足を運んでいただきたいなと思っております。9月21日水曜日から10月4日の火曜日まで開催をしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で私自身は9月21日水曜日、まあ、初日ですねと9月23日の金曜日の2日間あの伊勢丹メンズ5階のフロアでお店立ちをさせていただきますので、まあ、こちらのジャケットはもちろんボンビューでお持ちする古着ももちろん、まあ、古着以外の新品のものも用意する予定なんですけども、まあ、そういうものももちろんご案内をさせていただきたいと思っておりますし、まあ、ちょっとどこまで許されるのかわかんないですけども、他のフロアとかももし行けるんだったら一緒にご案内させていただくことも可能だと思いますので、2日間ですね、21と23ご都合が合う方はぜひご来店いただければなと思っております。それ以外の日に関しては、まあ、私はおりませんが、あの伊勢丹メンズ館のスタッフの方々が多分ちゃんと接客をしていただけると思いますので、まあ、都合合わない方もそれ以外の日に行っていただければと思います。ちなみに21、23は、まあ、私だけでなくビームスのマセさんも一緒に立っていただけるということなので、21、23は私とマセさんがそのフロアにおりますので、ぜひ遊びに来ていただければなと思っております。
で、ちょっとコーディネートに関しましては、ちょっと今絶賛考え中で、どういうものを持っていこうかなと思ってはいるんですけども、ちょっと考えてはいるんですけども、とりあえず今のところ確実に決まっている、確実にこれを持っていこうと思っているものが何個かありまして、それだけ簡単にご紹介をさせていただきます。まずはいつも入荷をしてすぐになくなっちゃうんですけども、フランス軍の M47 フィールドジャケット、こちらのサイズ26と46それぞれ10枚ずつぐらいですかね、またデッドストックで仕入れることができましたので、それをお持ちしようと思っております。あとは私のコーディネートっていうところでなくてはならないだろうなと最近特に思っているのが、ウエスタンブーツ、ルケーシーのウエスタンブーツも店頭に今並んでいるものと、それ以外でちょっと別で仕入れたものも何足かありますので、それも持っていきたいなと思っておりますし、あとは、レペットのジジダンスシューズですね、それも持っていく予定にしておりますし、あとはロレールのベレー帽でカシミヤ紺のものがあるんですけども、それも何個か納品する予定にしております。それ以外でもちょっといくつか探しながら、ものを見てみながら調整をしていきたいなと思っておりますが、なかなかこうボンビューの店頭でも並ばないようなものもあっても面白いかなと思っていたりしますので、ぜひちょっと覗きに来ていただければなと思いますし、このジャケット2型はもちろん、ボンビューの古着もいろいろ楽しんでいただけるような内容にしたいなと思っておりますので、ぜひご来店いただければなと思っております。ですが基本的にその稲葉さんといろいろお話をしてた時に、本当か嘘か分かんないですけども、別に売れなくてもいいですと、そんなに売り上げを取ろうとしなくてもいいですっていうことだったので、それですごく気持ちが軽くなりまして、ネイビージャケットをベースにこうファッションを楽しんでいただくきっかけになるような内容にしたいなと思っております。ですが、そんなにこう大きい規模ではないので、本当にこじんまりとやらせていただくので、いろんなこうバリエーションが作れるわけではないんですけども、あ、こういうコーディネートがいいんだ、こういうコーディネートがありなんだ、これもありなんだみたいな、なんかそういう内容でできればなと思っておりますので、ちょっとこう覗きに来ていただけると、あ、これが大島のボンビューのスタイルなのかなっていうのが感じていただけるような内容になるんじゃないかなと、そういう内容にしたいなと思っておりますので、ぜひお時間がある方は遊びに来ていただければなと思います。ちょっと私はその伊勢丹メンズ様にお店立ちをするっていうのは初めてで、今からちょっと気持ち軽く緊張してるんですけども、マセさんは以前叩いてたことがあるので、ちょっといろいろマセさんに教えてもらいながらお店立ちをして、皆様とお話しできるのを楽しみにしておりますので、ぜひご来店いただければと思います。ちょっと今回は告知ばっかりになってしまいましたが、ボンビューの店舗以外でボンビューの商品を販売するっていうのは初めてのことなので、ちょっといろいろこうバタバタしていたり、どんなものを持っていったら喜んでもらえるかなっていろいろちょっと考えていたり、どんなことになるのかどうなるのか、ちょっと自分でも正直見えてこない部分はたくさんあるんですけども、できるだけこう皆様に楽しんでいただけるような内容にしたいと思っておりますので、ぜひご来店いただければと思っております。それでは今回のタクミクロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。